あなたのあれさま、カメラの位置わかんなくなった。本日もポチッとありがとうございます。ということで本日は最近のナータの成長について喋っていきたいと思います。ゴー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 ということでね、ナータは今この撮影してる現在では4ヶ月がもうすぐ終わる4ヶ月後半の動画になっております。はい、ということでちょっと昔を振り返ったりとか、皆さんにすごく支えられて生きていると思うので、ナータも私もなのでその成長をちょっと一緒に感じれたらなと思っております。ということでね、ナータちゃんに登場してもらいたいと思います。ナータ、おはよう。いいよ、キャラがすごい、最高だ。何見てんの？何見てんの？と聞かれましたらですね、こちら見てください。じゃらーん！めちゃくちゃ可愛い、これ、これ。まずは、こちら、手作りしたいって言ったら、ビリーの元だけくださって、自分でこのカービィとかワドリディとかのハッピーセットのやつを作りました。これをね、見てくれてる。可愛いでしょ？はい、ということで、ナータンちゃんになります。あのね、成長として今一番感じるのは、すごい笑ったりとか、笑ったりはしないか、声を出すようになりました。ちょっとこちらの動画、じゃん。みたいな感じでずっと一人で喋ることがね多くなりました。なんか私はなんかあんまりナータにずっと喋りかけてるかって言ったら喋りかけてはないんですよ。だけど配信をしたりとかこうやって動画で一人語りみたいなが多いので、そういうのも影響して喋ったりなんかするのかなとは思っていますね。あとはうつ伏せ練習も少しずつしてはいるんですけど、やっぱり検診の時よりかは毎日練習してるのもあって、少し上げるね角度が上がったりとか、あとは時間やる上げてる時間が少しずつ長くはねできているようにはなりましたね。だからまだね寝返りができないんですけど、もし勝手に寝返りしちゃってこういう状態で、まあ、少し長い時間いても上げられるね、筋力はつけられてはいるのかなと思うんですけど、まあ、引き続きね、まあ、赤ちゃんならね何が起こるかわかんないので気をつけてみないとはいけないと思うんですけども、やだーベロベロしてるですかね。あとミルクの量なんですけど、ミルクの量今日ね今朝作ってあげたんですけど、200作って50残すって感じだったんですけど、基本200ミリぐらいをね一気に飲むようになりました。でこれ見てくださって赤ちゃんこれから哺乳瓶買おうっていう方は意外と早いく感じたので、200までのあのミルクが作れるやつの方が長く使えると思うのでおすすめです。最近すごい成長を感じたことがもう一つあって、なんかその日ってか夕方から泣く黄昏泣きっていうのを最近し始めて、今とかね機嫌いいんですけど、なぜか泣く、なぜかもう不機嫌で泣くとかグズグズすることがめちゃくちゃ多くなってきて、その時にもう私も疲れてはくるじゃないですか。もう何ミルクもあげだしおむつも替えだし、なんである程度抱っこしてなんか機嫌取りしたけどもう全然泣くみたいな。でお風呂に連れてったんですよ、とりあえず。でお風呂中もちょっと「うーん」とか言ってるんで、私が「ナータンもう泣かない」ってこんな感じで言ったんですよ。もう泣かない、グズ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 して、もうずっとだよみたいな感じ言ったら、一瞬止まってからのめちゃくちゃ口を三角形にして、もうそこからめっちゃもう泣きじゃくったんですよ。なんかそれを見て、あれもしかしてナータンって私怒られたかもって分かったのかなってちょっと思って、いやこれちょっと怒ったことが分かったのかなと思ったのと同時に、まださ理解してないじゃないですか、怒られたとかで、なんかで割ったりとか落としたりしても、この子多分今の状態だと何が悪いのって感じだと思うので、分かんないから、なんか怒り始める注意するのもなんか難しいなって思っちゃいました。もう
グズグズしないって言っちゃったけど、わかんないよね。グズグズの何が悪いのっていうところがあるので、グズグズしたいんだもんね。なので、もう少し大きくなったらさ、スプーン落としたらこれはダメなことだよとか、ご飯ひっくり返したらこれはダメって教えて理解させないといけないけど、まだね、理解できないから、ただ親の感情をぶつけてしまったりとか、親のなんか一方的なね、気持ちをね、わかんないのに怒ってしまうっていうのは、ちょっと自分的にもこれは良くないんじゃないかと反省をしたので、ね、ちょっとこれからも黄昏泣きに付き合いつつ、自分も赤ちゃんとの向き合い方をちょっと改めてね、しようと思いましたね。まだ怒られてもわかんないもんね。で、首の方なんですけど、割としっかりしてきて、もうこうやって持っても大丈夫、しっかりしてると思うんですよね。髪の毛がちょっとね、まだおはげが、髪の毛の生えてるからゆえにおはげがちょっと目立つんでございますが、そんな感じで首はすごいしっかりしました。だけど、こうやって抱いてたりすると、いきなり前にガーンって行ったりとか、めっちゃ怖くて。こう、今机がね、あるんですけど、この机の角にこうやってね、抱っこしてたら、いきなりこうガーンってやる可能性もなきにしもあらずなので、そこも気をつけようと思います。はい。そんな感じじゃないでしょうか。4ヶ月の成長ですね、ナナタンの。そっか。Twitter の方で皆さんすごくたくさんコメントくださったりとか、あと配信ですね、 TikTok の配信やってるんですけど、配信でもね、育児の大変さとか結構共感してくださったりとか、あとは悩み相談とかもね、いろいろしてくださる方とかも多くなってきて、めちゃくちゃ嬉しいです。皆様に支えられて今生きています。ありがとうございます。今日は4ヶ月の後半ですね、のナータンの今までの成長をちょっと話させていただきました。皆さんもね、多分お子さんいらっしゃる方いると思うので、皆様のお子さんのなんか、今日はこれしたよ、あれしたよとか、なんか成長があればコメントとかね、書いていただけたらと思います。人それぞれ、赤ちゃんそれぞれの成長のペースがね、あると思うので、まだね、私は4ヶ月後半だけど、できないこともね、ナータンいっぱいあるし、逆にできることもね、あるかもしれないので、皆さん悩みすぎず、赤ちゃんと向き合って過ごしていきましょう。私もね、母として4ヶ月後半なので、これからもよろしくお願いします。では皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして各 SNS のフォローと配信こちらでやってますので、よかったら登録お願いします。リンクに貼っておきます。バイバーイ。